はい、2019年12月30日に放送されたアメトークです。これが、大晦日の31日にはもう YouTube にアップロードされていました。これはこういうふうな動画編集ソフトでレイヤーで入ってますね。それで動画をテレビの 番組を動画でアップロードすると、最悪逮捕されるはずなんで、アップロードした人間がどういう人かっていうのは気になって、アップロードの主を確認してみたら、その人が上げている動画を見てみると、アメトーク上げてますね。だけどその下は外国人の動画になってるんで、もしかしたら投稿者は外国人なのかもしれませんね。日本じゃなくて海外にいて、海外からアップロードした可能性がありますね。そういうことならば、まあ日本の警察がわざわざ外国に逮捕に向かういうことはないでしょうね。まあ外国に行ってしまえば日本の法律が及ばないところへ行ってしまうみたいなことですよね。カルロス・ゴーンと同じですわ。カルロス・ゴーンも自分の母国から出ない限りは、まあ日本に逮捕されることはないでしょう。余談ですが。で、この人の場合は、まあ送信元が外国で、外国人であるからなのか、あるいは動画をアップロードしていますが、そのフルスクリーンじゃなくてレイヤーの形で見せているので逮捕されないのか、私の知識では分かりませんが、とりあえず2019年12月30日に放送されたアメトークが31日にはもう YouTube にアップされていたという事実。これはこの動画を見てわかるように、明らかに、視聴率、視聴回数のアップが目的ですね。それで下の青矢印がありますが、チャンネル登録を促すための動画です。それで登録者数を増やしていると。
YouTube を収益化するときは1000人以上の登録者がいないとダメですからね。そういう理由でしょう。まあこの方は1000人以上もういたと思いますけど、で別な動画ですけど、はい、この人以前あのテレビの番組をアップロードしたということで日本全国で5人の人が逮捕されましたが、その中の一人の方です。で自分が逮捕された経緯を謝罪しつつ、どういう顛末になったかというのを報告しています。2017年11月にテレビ動画を載せたと。で2018年1月になって YouTube の方から警告が2回来たと。で1月中旬に謝罪動画を作ったと。まあそれで一安心かと思っていたら5月31日に警察が、あの警察24時でよく見るように早朝会社行く前に警察が、玄関のドアをノックすると、それでガサ入れになった。6月になって取り調べが始まって、11月に要は罰金30万円を払ったと。この方 YouTube で収益を得ていません。なぜなら登録者数が1000人以下だからです。収益を得ていなかったにもかかわらず逮捕され、取り調べを受けて、顛末が罰金30万、怖いですね。テレビ動画を YouTube にアップしたらこういう顛末になるということをこの方説明されてますね。テレビ動画を無断でアップロードは絶対ダメというタイトルになっています。これを見たらさすがに怖くなりますね。絶対にやめましょう。というものの、先ほど紹介した人のように、まあレイヤーの形ですけどテレビ動画をアップロードしている人はいます。その人が捕まるか捕まらないかは分かりません。